こんにちは。そうだ、雪&温泉に行こう。第3回目のスタートです。どうぞよろしくお願いします。おお、降ってますね。降ってます、降ってます。これ歩けるかな？うん、普通の靴でもなんとか歩けるかもしれない。ちょっと行ってみようかな。傘あった方がいいかな。傘変えれば変えましょう。よし、それじゃあ越後湯沢駅、雪の湯沢駅を通ってちょっと歩いていきましょう。歩けるのか。ここに足湯あるけど入れる状況じゃないですね。この靴じゃまずいかな。滑っちゃうな。よし、行けるとこまで行くぞ。ぐちょぐちょでもいい。たくましく歩いてほしい。ぐちょぐちょでも歩く。それは雪国の鉄則です。本当かな。あ、ここにセブンがあった。セブンで長靴売ってるかな。すごいよ。ぐっちょぐちょだよ。すっ転んじゃうかもしれないよ。長靴買ってくれた方がよかったな。こちらは温泉旅館。ここに足湯、無料の足湯があるって言うんですけど、これ入れそうもないかな。一応行くだけ行ってみる。ちょっと風情がある感じだけど、大丈夫かダメか行くだけ行ってみようか。普通の靴じゃダメかな。お、あ、ダメだ。ここ足湯なんだけど入れそうにないっすね。これダメだ。いや、行こう。じゃあ次行きます。なんか食べたい。お昼食べたいです。いやー、とんでもない大雪でした。雪みたいなんて言ってたんですけども、とんでもない大雪になってしまいました。で、街中歩いてきたんですけど、ここお昼にしたいと思います。ここ安吉さん、なんかちょっと、事前の調査でいろいろいいものを食べれるっていうことなんで行ってきたいと思います。ちょっと撮れるかどうかわかんないんですけど、撮れれば撮っていきたいと思います。一旦切ります。安吉さんでお昼です。今回頼んだのは舞茸御膳。なんでもこの辺の特産の舞茸、石坂舞茸というのを使った料理ということで、バラエティに富んだ食事となっています。こちら天ぷらですね。あとは山菜のどんなめこか。こちらは茶碗蒸しですね。で、土瓶蒸し。美味しそうです。ではいただきます。漬物ですね、これね。はい、いただきます。美味しいです。手が震えています。美味しくて最高です。まずお通しということで、ビルのあて秋もです。これはその日によって違うと思うんですが、美味しそうです。いただきます。うますぎる、うますぎる。じゃあどんどん食べていきますよ。この山菜、これもキノコ関係かな、いいですね。で、一番気になるのはやっぱり舞茸天ぷらですよね。これだ、これでしょきっと。これどうなんでしょう。いただきます。香りがすごい、香りがすごいですね。中、普通の靴で
歩いてきた甲斐がありました。よかったよかった。雪も見れたし、まあ予想以上の大雪でしたけど、美味しいものも食べれて幸せですね。じゃあどんどん食べ進めていきます。はい、で気になるのはこれ飛び虫ですよね。よいしょ、こんな感じで、あー入ったらやってる、多分こうでしょう、多分こうでしょうね。やります。香り高お上品です。飛び虫最高ですね。新潟といったらやはり日本酒でしょう。隠れ湯、隠れ湯注文しました。ではいただきます。最高ですね。飲みやすい。はい、ごちそうさまでした。いや美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ大雪の中行きましょう。まあ大雪でもないのかな、大雪か分かんない、結構降ってます。いや美味しかったですね。舞茸香り良かった。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よし。昔からのなんか温泉街って感じがひしひしと漂ってますね。はい、一応ね、新潟名物笹団子も買いました。雪だるまが笹団子を持っているということで。一旦ね駅行きましょう。次温泉入りたいな。温泉に入りたい。こんなとこも普通の靴で歩くんだから困ったもんだ。こんな靴で歩いているもんだからたまったもんじゃないよね。足元が良くないけど、もうここに来てそんなこと言ってる場合じゃないので、ぐちょぐちょのまま行っちゃいますよね。こんなとこなんですよ、越後湯沢の温泉街。あ、車来た。まだ大丈夫だ。よし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 。ここ先ほどお昼食べた安吉さん、戻るぞ。駅はもうちょい先だっけ。あれこんな歩ったかな。これが本来のね越後湯沢の光景なんでしょうけどね。昨今の気象の異常気象の関係でこの辺もなかなか雪が降らないっていうふうに聞いてましたけども、今年は降ってますね。温泉入りたい。温泉温泉スキー、ここは湯沢一本杉式場か。もう冷えた体を温めたいですね。うん、お風呂入りたい。今ねマスクして歩いてるんですけど、やっぱきついですね。息苦しい。セブンイレブンに長靴売ってんだろうか、分からんけどなさそうだね。道路の真ん中はからは水がピュッピュッと出てます。よし、あーここが駅だな。やっと駅まで来たよ。やっと駅まで戻って来ました。いやー、あ、足が入ってる方いますよ。チューバーかな、
うん、俺も入っちゃおうかな。温度だけは確かめたいけど、まあいいや、普通の温泉にしよう。足湯はねやめて普通の温泉に入っちゃいましょう。ここ観光協会だっけ。そうだね。ちょっと一回聞いてみようか。ちょっと一回聞いてみよう。ちょっとお伺いしたいんですけど、お風呂の山の湯ってやってます？山の湯は、はい、出ないです。あ、そういうことです。わかります。ウォータープルーフじゃないです、ね、はい、ありがとうございます、はい、山の湯さんは多分休みですね。じゃあまだありますよ。おー、降ってますね。大雪だ、本当雪。よし、大雪にも負けず冷えた体を温めに行っちゃいましょう。はい、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。次はいよいよ温泉です。